疲れだよ、俺も。あの進行を取っ役て負職けをて申選しびく訳なだい気持さちい。がないんだぜ。選つっ択てし当たないり前場だっ合、て、で負けてんだぜ。余っている役職がランダムで振り分けられます。あなああ。たの役職は狂あ信い者つ、でうまくす。ないと思うよ。あの、夜が更けました。村が人命白いにと気多をつけて分、く普だ通さのい。中ではその66%勝率あるから、村が白いと多分強いんで、その66%はどれの働きするんだよ。残念な村が逆に弱いんだよ、あの人。56、さっきの56、2試合前か。2試合敗走になったから、まあ実質さっきの試合、新旧の試合の、あの56番は、グレー精査すれば白いと思ってんだよ。しょうもないんだよ、もう。グレー精査してる夜狼がいが明るってけこと、ままずし分かった。てないこと自体がまずありえないし。昨夜は新旧誰でもやらなき死ゃいにけまないこせとんは、で三した。四は釣り切りだよ、発絶言対に。ターンに入ります。66番のは芯がない限りのはプ釣りレイ切りだヤーよ。が発言しまそれす。なのに、はい、お占願いいた進行し取まらないこす。と自体がもまあ、これといって誰にも触れられないんう。で、だから思考負け開るって示いはうさレせていベルただの。きたいと思ってて、1日目は単体精査、まあ2日目からライン精査、2日目というよりも投票。負けるべくして負けたってしかないまよあ、あとね。はどういう盤面になるかは陣外が作るんで、一切わかりません。あとなんだろうな。まあ、僕なりのね、村要素の拾い方とか、黒要素の拾い方ってあるんですけど、その黒要素を拾った時は、基本僕、思考ロック型なんで、そのことだけはしてほしくないし、それを別に今は言わないですね。2周目は言いますけど。あとなんだろう。黒塗りって簡単なんだけど、この人は村要素を拾って白いっていう理由をしっかりつけようと思います。なんでかっていうと、人外ってそれが最終盤面きつくなると思ってるんで。7番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。占い師です。一番さん白です。一番さん白、把握お願いします。ってことで、まあ、直近の6番さんは正直2周目1かな。まあ、1日目は単体で2日目からライン投票精査をやっていくって言ったけど、まあ、俺は占い師だから1周目から、まあ、ちょっと位置が悪いけど、ライン精査もできたらしていければいいなとは思っているかなって感じですかね。そうだな。まあ、村にお願いっていうか、まあ、まあ、二こうし石てほし知てらほねえ、しいと二いいなっ石。ていうのは、二石思っ知たらこねえ、と二素直に石。言ってほ二しい石なっというか、て、とりあえこのず、人のこの発一言っつ。てなんとなくなんか、あんまり狼っぽくないなとか、そういう発言すると、人外に利用されて黒塗りされるんじゃないかと思って言わない人っていると思うんですけど、そういう発言をどんどんしていった方が僕は村の色が落ちて精査がやりやすくなると思っているので、僕はそういう発言をしっかりしてほしいと思っている。霊能に関しては一周目から出てほしい。騎士に関しても全路以外は全部出てほしいと思ってます。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、6番さんと7番さんが占い師、把握です。場面が揃わないと何とも言えません。6番さんは白い血も重視していきたい。もちろん理由もつけて。はい。大事なことだと私も思います。だから6番さんは怪しいなっていうふうには全然思っていないんですが、今のところ。それくらいですかね。7番さんに関しては、当たり障りのないことを言ってるなっていう印象かな。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。こんにちは。9番です。僕、霊能でした。6番さんは、まあでも、一人目だから、まあ一人目にしては僕は結構喋って、色を見せてくれようとしてるのかなって、僕は6番さんには思いました。なんでね、2周目、よほどじゃないと僕は、6番さんは、釣りたくないなって思います。まあね、釣る場面になるか知らないけど、僕の太鼓が出なかったら、釣る場面になると思うんでね、グレー。で、7番さん、なんだっけ？
七番様占い師は知ってるよ。で、一白。この一白に関しては、特にわかんない。相方だとか、何度か出したっていうのはわかりません。はい。八番もわかる。一番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いいたします。占い師です。占い師、四番さんに乱白です。四番さん乱白、白をお願いいたします。で、占い師としての進行論、ちょっとぶっ飛んだ発言になるかもしれませんが、ちょっと進行論を話させていただきます。岸さん、完全潜伏でお願いします。万が一、釣られ位置に上がった場合、出てきてください。ではない限り、完全全潜伏でお願いします。で、九番さん、の対抗、出た、場合、僕は確実に精査して決め打ちます。僕はね。このまま9番さんの対抗出なきゃ一番いい。ゴロだったよ、あれも。なんで8に勝負決めないんだろうって思いながら。対抗が出た場合、僕は確実に決め打ちます。ちらほら、残ってる、先にいなくなった人たちはもう5番を6番。っていうところだけ。ちょっと時間なくなったんでね。グレーの精査は2周目頑張ります。以上です。だから本当は遅延しちゃダメなんだけどね。昨日の棋士の試合。本当は勝負決めなきゃいけないってこと分かってないよね。1周目よろしくお願いします。私が霊能です。9番さんが強人か人狼かは分かりませんが、1番さんが占い師ということで白出しされてるので、真か強人かは分かりませんが、そうですね、今のところ真っぽいかなっては思っています、発言から。ただもう、そうですね、7番さんと比較して、1番さんの方が真っぽいかなって思っています。ただ、なので、9番さんが強人か人狼かどっちか。で、今のところ見ています。6番さん、7番さん、8番さんは2周目聞いてみないと、今のところまだわかりません。よろしくお願いします。話し合いみたいな。はい。まあ、盤面めちゃめちゃ動いたんですけど、まあ、正直、占いに関しては精査はつかないですが、盤面だけ見たら1番、どうしても1番が真に見えるよね。まあ、例えば、ま、7番が真で、1番が強人で、まあ、1番さんって確実に例の、ま、発言聞いてあれでした、決め打ちますって言ったから、まあ、ここで2番が、ま、新目取りに来た人狼っていうのも見えるから、発言精査ではまだわかんないですね、1周目の発言では。はい。で、まあ、6番に関しては、ま、正直もう、2周目だね。まあ、特に、まあ、別におかしいことも言ってなかったし、7番に関しても1周目おかしいこと言ってなかった。8番に関してはもうなんか眠たそうだなって印象かな。眠たいんだね、多分。で、9番はね、なんかちょっと、適当なイメージがすごいあるかな。6番も釣りたくないの、1周目でも。ちょっと早くないと思ったかな。だから9番と2番だったら、印象悪いのは9番。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人 G、潮徳にございません。7114、あと9に、霊能を把握しました。そうですね、霊能で行くのであれば、2級精査したときに2番さんの方が、シミは高いかなって。あ、3番さん、私の前の3番さんが言ってたんですけど、9番さんっていうのはちょっと、なんだろう。甘いかなっていう印象かな。あとちょっと適当かな。あとお隣さんの8番に関してどう思ってんのかなっていう印象があったんで、それだったら2番の方がまだ、新味はあるのかなとは思っております。発言の中身だったらっていう感じですね。占い師に関してはどっちも発言精査だとわかりません。はい。まあ、盤面的には1の方が新っぽく感じます。まあわかんない。ワンチャン 3CO とかあるのかもしれないけど、5番さんが出たりとかも。そういう場面もあるんで、まあちょっとまだまだ2周目かなとは思っております。5番のプレイヤーが発言します。3、4だったら3番の方が発言してるなって、4番なんか合わせて、なんかなんだかその、なんか精査してるようでしてないっていう感じだ。6、8ってのは2周目だね。の方が確かに、3番目ってような感じはするけど、まあ2周目聞いて。悪いの4番かな。6、8。1番は分からない。盤面だけで考えれば7が2戦に見えるけど分かんないよ。いう、強人確定したわけじゃないからね。新居確定したわけじゃないから。新郎で出るってこともあるから。なると、7、1が新居で出てると、ね、
7の死もあるから。一般的には例のは新境と考えれば7は破綻してる風に見えるけど、まだわからない。発見聞いて精査した方がいいですね。ちゃんと時間かけてね。まあ、もちろん2級に真の要素があれば決め打ったりしてね。以上です。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい。お願いします。いいですか？頑張った。いいんですね。はい。直近の5番さんがあれ、騎士、雑定ことしてくれるな。まあいいや。はい。占い師圧倒的に盤面的に、はい、7の方が似せたと思います。はっきり言ってね。はい。はっきり言って。1の方が真だと思います。ただ発言精査をするんで、占い師には今日手をかけることもないので、はい。特にいらないかなと思ってます。はい。だから5番さんの霊能を決め打ってもいいっていう発言がよくわかりません。僕は。霊能にしようだったら絶対釣り切るし、まあそこは宗教の違いだからいいんですけど、それを霊能決め打つって思ってる人何人いるのかな、この中に。で、8番さん全く色落ちなし。で、盤面的に1番さんの方が白く見えるっていう5番さんは4番さんの、3番さんが良くて乗っかりだっていうのもよくわかんないですね。僕1番さん死んだと思ってるんで、4番さん白で、ラストウルフは、はい。358。ここから精査したいなと思っております。8番さんが全く色落ちないんで、8番さんでもいいかなと思ってるんだが、うん、これは発言聞かなければ、あのね、8番さんを釣り寄せる位置だから釣るんじゃなくて、黒とかパンダにされた時に HP が低い人物だと思ってるから。はい、3番さんと5番さんを精査したらいいと思って。発言がおかしいのは5番さんと思っております。いい。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。ん？で、9は結局何なの？騎士の打ち間違いなんですか？それとも例のそのままなんですか？ちょっとはっきりさせてほしいんですけど。ああ、じゃあもう、ちょっと例の2級対抗前提に話しますね。現状、騎士。めんどくせえな、はいはい、騎士ね。ってことは、ちょっと待てよ。まあ、ちょ、発言で引っかかったのは正直4と6かな。うん。うん、分かって9と5が騎士対抗でしょ？もうちょっと待って。発言に引っかかったのは4と6で、4って、その3もまあ若干言ってたけど、その3っていうのは、そのあくまでその2と9で、まあもう2と9は対抗じゃないんだけど、2の方が印象がいいって言ったの、言ってたけど、4と6っていうのはもう盤面、2の方が明らかに死んだって言ってるんだよ。どういう意味なの？そもそも俺は2番の方が偽だと思ってたからね。9が騎士すらするまで。2っていうのは、7と比較して1の方が死ん。盤面的にとかそういう精査もなく、あの2番っていうのは1の方が死んって、どういう精査でそれを言ったのかがマジで意味わかんなかったから、2番の方が偽に見えてたから、うん、4と6は何を言ってんだって思ったから。はい。現状、うん。現状4と6に、普通にどっちか確実に狼だと思ってるかなって感じですかね。はい。今んとこ5が最白1かな、うん。一番なんか盤面を覚えてる気がする。8は分かんないって感じですね。はい。1強人です。だから今日は6から行きたいですね。以上。8番のプレイヤーが発言します。ちょっといろいろ考えてたんだけどね。そう、3番さんの言う通り私は眠たいんです。はい。合ってます。6番さんに関して、白い位置を上げるって言ってて、それが実行されてないなって6番さんに関しては思っているんですけど。だから、すごく6番さんが黒くなったなって思ってます。今日は占いから行くんじゃないんですか？って私は思っているんですけど、違いますか？7番さんが1番さんに白なのであれば、1番さんって新境。7番さんの色が白なのであれば、はいはい。7番さんが新。黒なのであれば、
強靭、うん。難しいな。でもね、一番さんが決め打つって言ったんだよ。強靭。強靭じゃないや、例の。それが心配なって思ってるんだよね。だって狼が出るわけですよ。一番さんが強靭なのであれば。はい。7番さんから言ってもいいかな。9番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは。9番でーす。僕、騎士でーす。5番さんが対抗ということで、まず、8番さんは7から占いから行きたいというらしいんですけど、まあ、僕は反対ですね。まあ、確かに例の一角してるんですけど、うん。だって、情報が薄くなっちゃうから、その後。全然わかんなくなっちゃうなと思うんで、ヒントがね、なくなってなんか、泥仕合になる気がするんでね。僕は反対です。ちなみに提案なんですけど、2と5で、あ、違うわ。9と5で、2を交互に守るってできるんですか？できたっけ？できたら、それで、間違えちゃった方、その後釣れよくないって思うんですけど、まあ、ちょっとわかんないですね。僕、騎士で対抗になったことないんで、よくわかんないですけど。でも、5番さん偽物ですよ。5番さんなんで出てきたんだろう。強靭なのかな？強靭の可能性は高いか。そうだね。てか、むしろそっちが高いか。例の、占い来て、あ、人狼出たと思って、潜伏してた。そんなことあるかな？絶対すらすると思って出そうだけどな。もしかしたらローかもね。5番さん。まあ、ごめんなさい。僕、グレイチ全然わかってないんですけど、でも意見が違う8番さん釣りもいいんじゃないかな。1番のプレイヤーが発言します。8番さん釣りないね。ない。6番釣りもない。って僕は思ってる。で、確かに9番さんのムーブが、ね、怪しいよね。霊能から騎士すら、確かに怪しいと思う。ただ、5番さんも僕の城先の4番さんが怪しいと言ったその発言。考えると、正直どっちも怪しいんだよね。わかりません。だから8番さんが言うように霊能精査っていいんじゃないのかな、今回は。で、7番さん僕に城出してる。で、僕は4番さんに城出してる。だから7番さんの色を見て、2番さんにね、色を見ていただけたら、はっきりするんじゃないかな。だから、5番さん、9番さん、僕なんて守る必要ありません。完全に2番さん守ってね。で、占い精査で行きましょう。あとは、村の皆さんにお任せします。どうか、僕が、死んでありますように。わかるでしょ？もう最後パッションだよ。パッション。だって7番さん僕に城出してんだよ。わかるかな？村のみんな。お願いします。以上です。2番。のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。まず7番さんにどうして7番の方が黒っぽいような扱いにされてるんだっていう話でしたけれども、2周目7番さん6、7、8番さんは2周目かなっていうふうにお話ししてて、でもやっぱり7番さんのお話聞いてもやっぱり1周目の1番さんより発言が少し弱かったと思います。思考開示にしても、なので1番さんが白っぽいっていう意味で今のところ自分の中で考えています。そうですね。それから9番さんは私が出る前に出ているので、人狼側の人たちを釣る意味で村人騎士だけど霊能のフリーをしたっていう可能性もあるので、9番さん釣ろうとしてたんですけど、わからなくなっちゃいました。なんなら、2周目の発言で、5
番さんが怪しくなる可能性もちょっとあるかなって思っています。4番さんは1番さんが白出しているので白だと思っています。6番さんは私の中でやっぱりどう考えても白にしか見えないです。で、3番さんが今のところグレーゾーンです。ごめんなさい。3番のプレイヤーが発言します。2番何も指定しないの？大丈夫かこの村マジで。俺指定していいんすか？まあ、自分はまあ考察するわ、まず。4番に関しては、1番が偽だったとしても絶対白だと思ってますね。はい。まあ、理由が、まあ、1番、あの4番が、まあ、めっちゃクリティカルな発言したんだけど、1周目で。この人、まあ、スライドする前まで、7番占いで、1番占いで、92で出てたじゃないですか、霊能で。で、4番こう言ったんですよ。まあ、わかんないですけど、3仕様があるかもしんないっすねって言ったんですよ。いや、あの人形で俺は言えないね、4番が人狼だったしたら。いや、普通にこの人村なんかなと思った。そのスッとなんかこう考えたように出たんじゃなくて、なんかスッと言った感じがもうなんか村なんかなと思って、俺は言えないですね。だから4番は1が2000でも村なんかなと思ってたか、出たかな。で、カリドに関しては5番の2周目の発言聞かないとわかんないけど、9番が5番を狂人を期するんであれば7番が狼確定だから、そこまで言えないのは普通におかしいなと思いましたね。5番が仮に狂人だとしたら、初週で4番殴りは納得できるから、5番目線っていうのは、7番が狼っていうのが透けてるから、1番が真って透けてるから4番を叩きに行ってるっていう構図は見えるから。はい。6番に関して一つ気になったのは、1番を真見るのはいいけど、1番は霊能を決め打ちする進行するって言ってて、あなたは霊能は決め打ちしない進行するって言ってるから、そこの矛盾点起きてるから、そこに関してどう思ったかな。正直、カリドに関しては5級だったら5番のが真っぽいから、5番が1番守り、9番が2番守り。今日はグレー詰めでいいかなと思ってるかな。はい。2番さんそこまで言ってしっかり。4番。のプレイヤーが発言します。グレーでいいと思うけど、サンバはどこに行きたいんだよ。 6なの？わかんない。私8に行きたいんだけど、8ってハークムラしてんのか話聞いてないのかな、わかんないんだけど、6って4、1をもうチンと見て4隠しろっつってんのに、8って6はあの白見つけてないって言ってんだよね。ハークムラじゃない話聞いてないのかな。もう6は私を隠しろとまで言ってるんだよ。だから8の方がグレーだったら普通に考察伸びてないかなっていう印象だったから、私はグレーだったら8に行きたい。でもどうする？あー、どうする？提案したのがグレーの3で、私片白だし、5は進化ローか強靭か分かんないしね。6から始まったっけ、7から始まったっけ、6な気がする。だからちょっとバラバラになるのはどうかと思うねんけど、どうしよう。いや、私はグレーでいいと思うんだよね。で、3番さんの言う通り、お互い守るとこ守って、もう5はそれも飲めるんじゃない？シーンだったら別に飲めると思うんだけど。で、とりあえず、グレーの色見てもらう。その色、釣られた人の色見てもらってって感じでいいんじゃない？占いから行くのはさすがにちょっとシビーかなって思うんだけど。私はそう思っております。3番さんの発言に関しては、私はそうだな、すごい村だなと思った。感じた。まあどうだろう、私へのすり寄りとも捉えられんくはなかったけど、それよりも考察伸びて、私一人一人の発言聞いてたかなっていう印象ではあった。6よりも8の方が臭いと思った。5番のプレイヤーが発言します。うん、じゃあそれでいいんじゃないですか。9番が2ね。これが、一応は7ね。はい。ということで今日は6ですよ。うん。4隠しろで多く。3番、4番の話を聞いて、3番の方が白くて4番の方が、はい、6ずり。はい、もう走らした人間は絶対に怪しい。もうね、本当の村がね、走らせるはずがないですよ。戦うんです、最後まで。走らチャット自体もね、ある意味もうルール違反の領域ですよ。私は許せませんよ。走らして白くなろうとする人外を。何匹も見てきました。いや、もう6ですね。6一択。こうやって生き延びようとする人外は私は認めません。絶対に6釣り。まともな村はもう6釣りですよ。6一択以上。全プレイ。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。
追放されるプレイヤーは 6番の遺言を発表してください。 OKOKOK 僕釣られてよかったのはマジで何霊能が温度取らないし3番も俺が温度取っていいって言って6殴りをしてるだけで何の温度も取ってない。4番さんも真っ白なんだけど4番さん絶対村なんですよ。1が村あのシーンだから。あらで5番さんが言ってくれるかなと思ったけどグレーから行くっていうからありえないから普通に占いからだから。で9が1声とか5が2声で占いの色見るんですよ。はだから7が色落ちた時に白だった場合にその後1の色落として1がどこに色を落とすかなんですよ。はだって7番さんおかしいじゃん。グレー行くって言ってるけどあなた目線1番さん白が出てて1番さん狂人だったら9号にローが出てるんですよ。狂人視点6村でしょ。じゃあ1番さんは霊の鬼滅って人物で7番さんは、ね、霊の鬼滅人物なんですか。人物じゃなければ霊の鬼滅まで言ってない人物だったら普通に号泣落とす普通なんですけど7番さん7の偽ね、はい、7の相方3ですよ間違いない。1神、7、9神8村、9新騎士、1新占い師、2が霊の4村、5狂人、3七ローロ。間違いない。絶対だから。じゃあいいっすよ。ちょ、9番さん俺死んだと思ってるんで、1番さん絶対守ってください。で、俺の色を絶対見たいじゃないですか。5番さん、僕白くなろうなんか思ってません。僕が白だったら狂人だと思うんだったら、7番さん次の日、5番さん釣れますよね。5番さん2守ってください。いい次元。夜が更けました。人狼に気をつけてください。楽しむか？偽確定するけど、9番偽になるけど。めんどくさいから1、まあもう噛んでね。1噛んでね。もう知らないよ、1噛まなかったらもう。グレーから言ってんだから、狂人に決まってんじゃん。キューバが死んじゃん。夜が明けました。守られたら負けで進行。あのさ、何考えてんのこれ。もう、下手すぎてもういいよ。のプレイヤーが発言します。もうやる気ねえから、もう下手すぎて噛めよ。噛めよ。あのさ、もう噛めよ、これ。1番噛めよ。いや、もうやる気ねえから、もう適当にやれば。7番さん、地紙か、いや、地紙だったらさ、3。頭が追いつかないな。ただ、3番さんって昨日どこついたいって言ったの？それがね、なんか説明ばっかりでね、全然覚えてないんだけど。6番さんは通信口ってないっていうか、グレーは通信口本当ないと私も思ったんだけどな。だって、どこかわかんない状態で、7と1、5と9にいるんでしょ？人外が2匹。グレーの4人からさ、1人を当てるっていうことをするっていう方が無謀だなって。思ったんだけどな。7が白だったら、あ、じゃあ、7が1って言ってる時点で、1は白くなって、狂人か真しかないわけでしょ？で、9と5の中に狼がいるんだから、じゃあ、どっちが真なのかっていうのを見極めればいいだけじゃん。じゃんじゃん。はい。3番さんか行こうかな。9番のプレイヤーが発言します。こんにちは。はい、僕なんですけど、よく分かってないです。まあなんか見事に6番の言う通りにことが進んでるように僕見えちゃうんですけど、そんなに素直で言っていいんでしょうかね。まあ、6番さん、僕、シーンってのは合ってるんですけど。まあ、1が3黒出してるんで、1釣るんすか？ 1 釣れば確実に1人が死ぬわけじゃないですか。まあ、それもめんどくさいから3いっちゃうっていう、でもありますよね。あれ？8番さんどこ行くって言ってたっけ？
聞いてなかった。まあでも4番さんみんな白いって言うから、じゃあ4番さん白でいいですよ。じゃあ僕は4番さんにかけようかな。あ、でもそんなこと言うと、責任を負わせるなって怒るか。そうだな、じゃあ僕決めましょう。1かな。1番のプレイヤーが発言します。まず1の前に太鼓の5番さんどうにかしろって。あなたが死んだったらね。9番さん。もう黒出してるんです。僕は仕事終わってるんです。もうこれで、どの道ローラーされたら、我々勝てるんです。確実に勝ちに近づくんです。ただ、号泣がまだわからない。絶対6番、8番ないと思ったもん、昨日の発言で。で、ゴリゴリでみんな6番さん行こうぜって言ってたよね。で、1と8番さんだけが7番さん行ったよね。僕と8番さんだけが。だから本当にわかんないんだよね。だって占い精査しようぜって言ってるにもかかわらず、ねえ、絶対ない6番さん釣ろうって、やってんだよ。8番さん以外。わかるかな？まあとにかくもう僕は仕事終わってます。3黒ね。明日3詰めて終わろ、終わろ。7地神。ワンチャン狂人で噛まれてる。以上です。2番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。おそらく6番さんが、代わりに走らせてくれたのは多分私がどこにも刺さなかったからということで、多分私のせいです。ごめんなさい、村人の皆さん。で、私は今日3番さん釣ろうと思います。で、私の中では、6番さんがもう完全に白なんですよ。白だし、最後の追放の時の言葉も、5番さんが私を守って、9番さんが1番さんを守ってっていう状況で、人狼側がどっちも噛めないんですよね、役職を。で、7番さんがあえて自爆するっていう苦渋の決断をした3、7、老老、5、強靭なように見えています。9番さんもすごいムーブ怪しいですけど、でも今日は3番さん釣ります。よろしくお願いします。3番のプレイヤーが発言します。まあ2番が言うんだったら、じゃあもう釣ったら村負けますけど、それだけ言うね、マジで。いや、普通に、3、7ローローで、まず7番地神ってどうやって勝つん、それ。いや、普通に。どうやって勝つんすか？勝ち筋ないんやけど、俺狼やったとして。まあ、確かに昨日釣り位置に関して時間がなかったら上げれなかったですけど、6番に関してはそこにおかしいなっていう視点があったから上げた。8に関しては時間がなかったけど、8番に関して、今この考察で、まあ、言ってるけど、7番を釣って色を見ればわかるって言ってるけど、白結果出た場合ってどうするんですか？それはカリードが明確に考察がどっちが真か偽か決まってる状態で黒すごいした時にこそ明確にわかることやね。黒が出れば確かに間違いないけど、白が出た場合って村に情報残んないですよ、ほとんど。それはまず言うかな。で、一番に関しても、僕に黒。それは分かりましたけど、じゃあ、どことどこが狼な？僕、3番、狼軸として、7番が地神、もしくは、7番が狂人。僕目線っていうのは、正直、それって一番行きますけどね。連神で。俺目線っていうのは、7番が狂人で、1番が神っていうのが透けるから、ほぼほぼ、盤面的に。いや普通に地神は絶対ないですね。僕目線っていうのは、5番、9番精査した場合っていうのは、やっぱ9番かなと思うけど、9番今日安定信号で1番行くって言ってるけど、カリード精査ではやっぱ9番かな、店は。8、9、狼、1番強人かなと思ってるかな、今のところ。まあ2番が脳死して俺行くんやったらいいっすよ、別に。ただ PP 起きて負けるからね。それは言っとく。地神なんか絶対ありえん、この盤面。4番のプレイヤーが発言します。
はい、そうですね。とりあえず私も3の言った通りね、白結果出た場合って何の様子にもなんないと思ってたから、なんで占い行くんだろう、占いの話してんだろうとか思ってたんだけど。うわ、これはなんだ ?3 番人狼で私は操られているのかわかんない。1行ったらあかんの?だって1って仕事終わってるんやろ?じゃあ1行ってもいいんじゃないの?自分で仕事終わってるって言ってて、ロラしてみたいなの言ってなかったっけ?1じゃあかん ?5 目線はどう ?5、9やったらちょっと精査しにくいけど。5に関しては、ああ、そうだな、そうだな。いや、むずない?全然1、8も見えんこともないよ。まあ、1に関しては、まあ、7で入れるのはわからんでもないけど。8に関しては、あの発言で、みんな、5の流れでみんな6に入れるやろっていう感じなんで7に行ったんだっていう感じなんだけど。5番さんどう思ってんだろうな。9はでも1に行けんだよね。そうだよね。3は、まあ、3目線はそうだよね。1確定やもんな。2は3に行って、8は3に行きたい。ちょっとわからん。うちは1でもええと思う。ちょっと聞きたいな。8が別に知る要素あったかって言ったら私目線は全然ないから拾ってたし、1日目も。だからちょっと考えます。5番さんどう思います？5番のプレイヤーが発言します。は、崖の上に立っていて、後ろを振り返れば崖の上に落ちるのに、目の前には何千人の敵がいたら、俺なら前に突っ込むね。逃げなど勝負にはなってない。逃げてる奴は勝てないんだよ。進むしかないんだよ。まあ、そういうゲームだったね。うん、まあいいんじゃない？安定し。全プレイヤーの発言が。打ちたければ打てばいい。グダグダ言わずにな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番の遺言を発表してください。はい、村の皆さん。遺言を発表してください。はい、村の皆さん、ごめんなさい。きちんと言えなくて申し訳ない。なんかね、非常に残念だけど、まあね、僕は村を信じて、行きたいなと思ってます。3番さん黒の号泣どちらかに狼絶対いるんで、7番さん地神じゃなきゃ、7番さん狂人、だって僕に白出してんだよ。それ分からない、投票結果。1かはないでどうやって勝つ？5、9、3、4。4番さんは確実に白です。いやー、明日ワンチャン5番さん占おうかなって、生き残れたらね、5番さん占ってみようかなと思ったんだけどなー。残念だ。非常に残念。けど、僕は村の皆さんを信じて、絶対勝っていただけるんだろうと思ってます。無念。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2、3番のプレイヤーが発言します。
はい。まあ、もう一回言うね。うん。まあ、8級狼、一番強靭なんだけど、まず8番さんね、まあ、4番さんも言ってたんだけど、普通にね、初日に占い詰めるのは別にいいんですよ。別にそういう進行もあるから、それ一つ、ね、あるんですけど、7番を釣って白結果出た時って、だからどうすんの？それをまず答えて。7番を釣る進行を取りたかったんだったら、5番、9番が明確に精査がついてなくて、クロス越えするときに7番に白結果落ちたとき、絶対村勝てないんですよ、これ。新占いか、精進か分かんないから、黒が落ちた場合っていうのは、クロス越えしていったら、必ず村が勝てるけど、そこまで言い切れなかったでしょ。だからそこが8番の黒要素。9番に関しても、初週から俺言ったけど、5番が強靭であれば、7番が狼であるのに、明確にそこが言えなかったことですね。はい。そこが黒要素。ただ9番に関しては、2周目に関しては1番って安定進行取ったが、そこの発言引っかかってるから8級狼って感じかな。うん。5番に関して狼はあんまないんですよ。俺初週で言ったけど、5番が強靭であれば、1番が言ったら、真の時5番の強靭はあるからこそ、4番殴りは成立するって言ったけど、カリドに関しては、守り先も言ってるし、5番の方が真かなって思ってるかな。はい。8級狼、1番強靭。1番に関しては明確に、俺が人狼、どっちかに5番9番の相方がいるって言っては言ってないからで、5番9番の黒要素全く上げてないところが強靭の要素。はい。今日に関しては8番言ってほしい。4番のプレイヤーが発言します。うわー、ちょっとどうしたらいいの？これ難しくない？いやー、6番さんの言った通りなのかな。そんな見え見えだった？3って言ってることおかしいかな？おかしくないと思うんだけど。え、おかしいんかな？ちょっと待って。それやったら3より8とか9の方が違和感を感じるんよね。9に関しては特に、うん。特に感じるね。行動と発言とどちらとも。5に最初突っ込まれたとこは、うって思ったけど、それ以外はなんか、わかんない。それより8、9が気になるからわからない。うわあ、これ間違えた。マジ、うちが先輩やな。うち以外わかんないもんね。うわあ、ちょっと待って。8から行ったらあかん ?3 から行かなあかん。ちょっと8行ったらあかん。じゃ、8理由を教えてください。はい。5番のプレイヤーが発言します。まあ、9番が人外なんだけど、できたら5、9行ってほしいけど、じゃあ3、8でね、行きましょうか。まあ、9行ってほしいけど、できたら。6番の遺言通り、私にですよね。点があったんで、初日に2番守って、まあもう占い師がいないので、片白の4番、守りました。はい。9番守り先すら行ってないんで、9が陣外なんで9行ってほしいけど、じゃあ票割れをしてるために3、8のどちらか、9とのつながり、まあ7番が陣が見てない限りは9ローなんで、9、8、9、3で考えて9、8なんじゃないかなとは思うんですけど、まあ一応8番の話も聞いて、3がライン切ってるかもしれないんで、できれば私点は9行ってほしいけど、できれば合わせて5、9か3、8か決めてほしかったけど、4番の話だと3、8ね。わかりました。できたら俺は9行ってほしいけど、ちょっとこれ、票が合わなくなるのが一番困るんで、3番か8番で、合わせましょう。まあできたら俺の視点は9だったんだけど、3番か8番ね。はい。8の話を聞いて、3か8に票入れます。合わせましょう。はい。8番のプレイヤーが発言します。4番さん、何がわかんないの？私が7番さんを釣るって言ったところ？私、昨日3番さんに入れてるよね。だって3番さんが黒って確定してるからだよ、私の中で。3番さんだって私が黒って確定してるんでしょ？ 3 番さんの中では。なんで私に入れないの？だってさ、1番さんって、あって強靭でしょ？違う？なんで強靭を釣る必要があるの？5級の中に一人狼。3、8の中に一人狼。これ決定事項でしょ？で、私は自分の白を知ってるから3番に入れてる。あなたが黒だから。そして1が3を占って、
3が黒って出てるから、1は真だから、1を釣る必要なんて私の中に全くないのっていうところね、4番さん分かってほしい。で、3番さんは今日ね、なんで9号の星座がついてるの？どうして？9番さんは確かに、わからない。でも5番さんだって、6から行こうって言ったり、ふらふら。昨日の発言だって、どこを釣るとも言わず。私の中では、9号は精査はついていませんが。でも3番さんは、8球って言い切ったから、3号なんじゃ。9番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは。9番です。まあ、3、8投票ですね。わかりました。僕は別に、サンクロ、とか分かってないんですけど、別に僕4、別に僕4捨ておいてないんで。あれ4ってなんか言ってないですよね。4は別に僕捨ててないんで、別に僕3かどうかも分かんないんですけど。まあ、ただ、なんで3は8、9なんですか？気になるよね、あそこ。だから3かな。さよなら。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。8番のプレイヤーが発言します。誰と誰が入れて、誰がほうきなの？4番さんほうき、もう一回聞きたかったの？だからね、昨日の時点でもう3、8、5、9、この中に二人がいるっていうのは確定なので、1番さんってさ、7番さんが C の場合、1番さんって強人でしょ？強人を釣る必要はない。で、私は自分の白を知っている。だから3番さんの黒が見えてる。わかる？だから3釣るっていうのは当たり前。で、1が3を占って、3が黒っていうのも出てる。うん。確定人材。私の中でね。で、1は強靭で、1は強靭で、3番のプレイヤーが発言します。まあ、8目線、俺が人狼だから、1が真っていうのは、その、言ったロジックはわかるんだが、二郎一を全く言わないんですよ、この人。で、だから僕がその狼で、7番が地紙してるか、もしくは、5番9番の精査がつかないっていうのがそもそもおかしいかな。発言をなぜ拾えないの、そこで。これずっと言ってますよ。9番が狩人で、あそこで出てる状態で、5番が何回も言ってるけど、強人なら、まず7番が狼って、まず発言が言えてないんですよ、そもそも。今のところの発言に関しても明確に俺が人狼って言ってますけど、理由ないですからね、この人、ずっと。全くないんですよ。だからそこが黒要素。ずっと言ってる。1番に関しても、3番黒でしたって言って、二郎一言わないんですよ。僕が人狼で、結局5番9番の精査つかないんですよって、これしか言ってないですから、一点張りっすよ。だから8級狼1番強靭なんだって、本当に。8番釣ってほしい。地神はないって、本当に。全プレイヤーの発言が終了し、私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、8番の遺言を発表してください。はあ、何やってんの4番さん。
どっから説明すればわかるの？7つるところからおかしかった、あ、7を釣らなかったところからおかしいんだよ。7の色が白でも黒でも出せばいいじゃん。ねえ。なんで字が見え、追わないの？もう負けだから何言ってもわかんないけどさ。4番さん、何が私の黒かったの？そこちゃんと教えてね。はい。ダメだこれ。はい。もうなんかね、眠たいのに頑張ったのにね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに3番のプレイヤーが発言します。あのさ、もう9回目よ、はい。まあ普通に、8番さん人狼なんで、はい。ゲーム終わんないでしょ？わかります？普通に、はい。だから、3号ローローであったら、終わるし、ゲーム、4番さん。わかる？もう分かってくれる？いや、もうめんどくせえから4釣りしてくれ。3号ローローの時間なんかありえないんで、9番釣ったら終わります、本当に。はい。もうそれでもいいけど。大丈夫かな？それでもいいけど。分かってくれてる？それでもいいけど。もう一回説明するね。これ一応俺ワンチャン釣られたら9番人狼だから負けるから言うけど、8番さんね、ずーっとだから言ってたけど、7番に関してはアンサーなってないからね、結局。4番さんも分かってると思うけど。で、9番に関しても、カレドに関してはセスついてると思うけども、4番さんそれ普通に。9番絶対人狼なのよ。理由ないからね。うん。俺はずーっとちゃんと言ってるから。そもそも3ならローローで、あの盤面でクロス越えして7番が地紙するメリットないから、絶対だって地紙成立するからね。俺1番指定でしてるからね、カレドは。うん、9番が2番守りかな？ 5 番が2番守り、9番が1番守りかな？確実指定してる状態だから、地紙され、絶対成立するんですよ。地紙するとこでメリットないからね。結局村が相違で、じゃあもう1番が死んだったら3釣りましょうって流れになるんだから。はい。9釣って終わりです。9釣ってください。はい。4番のプレイヤーが発言します。ちょっと3番さん、すいません。5番さんがですね、チャットで言ってらっしゃる、これはスルーでよろしいでしょうか？ちょっともう、わかんない。私、遊ばれてる？私、人狼に遊ばれてられてんの？ちょっとわかんないんだけど。これ、本当に死んでしまった隠し色の皆様、私は本当にどうしたらいいかわかりません。5番さんは人狼なのであれば、開示していただいて。チャットで、なんでチャットで言ってんのこれ。チャットはダメ？反応したらダメこれ。反応したらあかん。ちょっとわかんないんだけど。サンバーさんはチャット、いや、発言的には9の方が新目ないよ。9に入れたいけど、なんで5番はそのチャットを打ったの？そしてなんで人狼は噛んでないの？噛んでないよね、絶対。これだって、噛んでないよね。5番のプレイヤーが発言します。はいはい。一番は噛まない。この盤面で九番も噛まない。何をしてんでしょうね。遅延行為。本当に怒らせるつもりですか？三人盤面を作って終わらせるんですよ。もうふざけ、悪ふざけのレベルで、もう何？三番捨て負ければいい。俺もうイライラしてるんだけども。三人盤面を作れよ。本当に。俺が二日目行ったのは、一番噛めない奴なんてもうゲームしなくていいよ。噛めなかったら負けでいいんだよ。一番を噛むんだよ。本当によ。
今の盤面は旧紙しかないだろうよ、どう考えても。何考えてんだよ。お、強靭してもう怒りが込み上げてくるわ。舐めて飲みかけにしろっつうのよ。さあ、9番が死んでしょ？俺がもうどう考えてもあなた守ってんだから。俺強靭でしょ？それにもかかわらず9噛まないって舐めてんじゃねえ。7のために、まあ7番も頑張ってるからやるけど、9番ね。9番噛んで、4投票でも俺実利でもよかったの、もう。遅延にも程があるわ、もう。ただ7もやってるから、俺は3番は嫌いだけど、7番は真面目にやってたから、俺は9番行くよ。3番ももう7のために9に行け。もう9の新機種すら見抜けないんだったらもうゲームやめちまえ、もう。こんなチャット打ってて。1番新が分かってんだから、強靭して。3番をかばい続けてんだから、ここまで行って分かるか、もう。まあ、9ね、9。うん。9番のプレイヤーが発言します。こんにちは。9番です。見たいですね。え、サンバさんなんすか？サンバさん、言ってますけど、言い返さなくていいんすか？あんな怒られてますけど。まあ、僕は本物なんで、5番さん釣りますけど。はい。らしいです。はい、さよなら。全プレイヤーの発言。その疑いには、どんな根拠があるのかな。9番のプレイヤーが発言します。こんにちは、9番です。僕なんですけど、別に言うことないか。そうだ、言うことねえわ。はい。5番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。遅延行為ね。だからもう分かるよね、9号の精査って。うん。じゃあ言えばいい？私はね、248の女性プレイヤーのために戦い続けるよ、ヒキロちゃんは。ずっと。女性プレイヤーを狼から守りたい。その気持ちでこのゲームやってます。248に出会えて僕は良かったです。うん。まあ、今日はね、私は真の騎士なんで、まあ、悪役9番の狼釣りますよ。うん。まあ、自投票でもいいんだけど、より安全に勝つという、うん。ミスがあるかもしれないから、投票でね。9番の投票権を失わせるために9行きますよ。あ、俺釣りでいいんだけど、万が一の、もうわかるでしょ、精査はつくでしょ。攻撃の精査は。どっちが、仲間か分かるでしょ、うん、より確実に勝つために9番の投票権を失わせるために9行く、うん、それが勝ちパターン唯一ね。まあね、
まあ、狂人の3番さんか、村の3番さんがね、狂人の3番さんがね、投票権失ったらあれなんで、私は確実に勝ちたいんでね、3番の狂人さんに任せてられませんからね、私は。確実に狼としてね、勝つためにね、58でしたよ。私は9投票しますよ。9番の投票権を失わせるってことがね、最後の仕事なんで。うん。確実に勝つ。うん。離投票してね、アクシデントがあったら負けるんで。確実に勝つ。248の女性陣のために、俺は戦う。勝つ。以上。9番のプレイヤーが発言します。こんにちは、9番です。僕、5番さん好きなんですよね。6番さんの柱をあの勢いで詰めるとこから僕は5番さんが好きなんですよね。で、5番さん、248の、ために戦うって言ってましたけど、あの、248は村側なんですよ。だから、かっこよく女性を喜ばせるためには、村勝たせなきゃかっこ悪くないですか、5番さん。なんで5番さんちょっと提案したいんですけど、ここであえて3番さんすいません？お願いします。それが女性のため、人類のためだと僕は思うんで。お願いします。3番釣りましょう。だから。3番のプレイヤーが発言します。まあ、9番それ飲んでもいいけど、焼肉おごってくれるならいいっすよ。はい。焼肉ね。全プレイヤーの発言が。その疑いには。絶対に3番がどこ行くかわかんない盤面は9投票。アクシデントもあるが、9番の投票権を失わせる。3番が自投票したらもう知らねえ。それはさすがに。知らねえ。さすがに。9番の投票権を失わせる。俺の最後の仕事。おし。確実に勝つ。事故すら起こさせない。事故は起こっても勝つ。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。ああ、勝った。粘った。人類の勝利です。あのね、これだけ言っとくけど、4番さん。1と7って、神と人外なんですよ。